リベンジに燃える、アキミロです。はい、続けていきます。前回は劉備軍の巨匠と、序南ですね。こっちか。この二つを取ることに成功しました。もう劉備軍残り5万7千しか兵がありません。馬頭軍は15万。猛角軍26万。そう、猛角軍が今、高陵に攻めてきてて、非常にうざい状態ですね。ちょっと前回の終わりに、なんか、深夜まで落とそっかな、みたいなこと言ってたんですけど、今、312連と、321連まで、まだ全然時間的余裕があるんで、あえて、ちょっとここは、攘夷を落とすだけで、劉備軍は他攻めません。っていうか、現状攻めすぎて、兵が分散してたりして、割と、米とかも足らなくなってきてるんですよね。では、攘夷を落としたらどうしていくかなんですけど、それはもう猛角軍と戦っていきます。また馬頭軍とも戦います。もう基本的に高陵、ちょっと兵が少ないんで溜まったらにはなるんですけど、もうこの出てくる部隊、部隊を片付けてって A 案を取りに行きます。あと、こちらの古老館ももう取りに行きます。やっぱり、さっきの全体の兵力見た時に思ったんですけど、劉備軍だけが減りすぎてて、今のまま劉備軍倒しちゃうと壁役がいなくなっちゃうので、この壁役がいるうちに馬頭軍もうちょっと削っておきたいと思います。ちょっと猛角軍に関しては残念ながらもう我が軍しか相手がいないんでどうしようもできないですけど。早速攘夷を落としに行こうかなと思ってるんですけど、決済マークついてるんでこれだけ見ちゃいましょう。予習制覇ですね。これも多分1000ですね。いやー、この10年に入ってから素人スペースめちゃめちゃ早いですからね。下が基本メインの武将たちが多くて、上はサブ的な武将が多いものの、すげえ数で攻めてるんで、意外にいけてます。では、攘夷に攻めます。舞台出てきたな。キルヒアイス。リラと一騎打ち。どうだ。107対95、わからん。勝負だ、キルヒアイス。一応、こっちが有利でありますけど。お、合格だな、本当に。お、一騎の下。よっしゃー、倒しました。ギリギリ。さすが、キルヒアイス。でもこれで終わりだー。よし、相手の兵はさらに減りました。押せ押せー。そして孫昌公トライエミチャー、その身で味わえー。戦略まあまあいきましたね。使者が到着しました。劉備返してですね、3人もいるんだから名品くださいよ。さすがにどうだろうな。とりあえず適路、馬が欲しい。よし、来ました、敵のゲットです。これで勝美と柳美どっちかにあげられますね。さあ、攘夷をぶっ壊そうぜ。豊臣が都市に戻ってきたので爵位あげたいと思います。本当はこんな最高の爵位あげるほどの能力はないんですけどね。でも最初に比べればだいぶ成長した気がします。では引き続き攘夷の戦い見ていきましょう。敵部隊は出てきませんでした。今回リラ、ヒアをセットしてきてないんで、見守るしかありません。オッケーオッケー、壁も半分。やっぱり兵の数プラス、統率が高いからか、壁の減りが全然都市とかとは違いますね。お、ライザーが包囲占領を完成させました。オッケー、猛角軍もついに柳と接触しました。きついな。ただ医療を取れば包囲占領になるので、勝美でこっそり狙っていきたいです。では再び攘夷周り見ていきます。死者ですね、3人セット。また名品くれるならいいよ。うーん、パッと見た瞬間そんなにいいものはもらえなさそうなんで、この闘争プラス3駆け引きしてみましょう。はい、帰ってきました。これがいいっすね、捕虜どんどん返してあげるからアイテムくださいなっていう。さあ、壁あとちょっとです。上から援軍来てますけど、こりゃ間に合わないでしょう。くらえ、トライミ炸裂。1ゲージしかないんでそんないかないと思いますけど、496。はい、兵が先にゼロになりました。攘夷を制圧しました。よしよし、結構捕虜いそうですね。
いつも通りまずは初段からです。さよなら。4人でした。1人だけ女性いました。監視早々の側室ですね。まあ絶対来ないでしょうが、関連してる人全員投与しかけます。はい、全員来ませんでした。ということで全員捕虜。上から来てる部隊帰っていくから、なんか動き止まった気がしますね。かつて大変お世話になったこの巨匠周りの石壁、今破壊し始めてます。輸送するときかなり邪魔になっているのでまあついでに統率も上がってくれたらいいなーって感じです。ヤナミが猛火軍に捕まっててやばいです。まだ8000とかあるし、ユリアンの方はまだいいとして、超人があかん。そしてゲンガンがなんか警戒してか、ここでとどまってんですよね。いけるかなこれ。では医療周り見ていきましょう。頼む、放射線してくれ。あと監視に行けるって言われたんで投資かけました。来ました。やっぱもともと曹操の側室だから劉備軍にそんなこだわりないみたいですね。よかった。あとライザの治療が100になったから、もう外れることがないかもしれません。ライザが軍師になってから初めてなんかアドバイスもらった気がします。はい、よし、ラインハルトも来ました。曹操絡みです。これでダブルラインハルトは我が軍ですてかもっと早くあの東洋ルール変えてれば、ラインハルトにあんなに苦しめられることはなかったかもしれません。では医療周り見ていきましょう。はい、この人は張飛に絡んでる人ですね。張飛の娘をゲットするために投与しました。はい、また返してですね。2人だけ?2人だとなんだこの15ぐらい。ダメだー、拒否られました。勝美早く医療を取ってくれ。とりあえず玄関が動く気配はない。オッケー、これで包囲線量完成でしょう。発動って、あれ、あーリラがここ取っちゃったから包囲線量がなくなっちゃったんだ。やっちまったうっそー。でも結果的に超人平坦切りになってました。ラッキーリラが後ろから追ってたからですね。さあちょっかい出してきた猛角が倒します。クロエドゥンドゥドゥン。超人覚悟って倒しきれない。まあ大丈夫でしょう。オッケー、捕らえることはできませんでした。うん、陣も破壊成功です。ゲンガーは帰っていくかな。また新しい部隊出てきてますね。猛火軍止まらない。もう脳筋プレイですよ。まあとりあえずそうだな、投石台作りながらリラーライザーあたりで頑張って倒していこうと思います。再び医療周り見ていきましょう。もうごつとつでしたっけ。ごつとつこつか言いにくいっすよやつがもう近くまで来てますね。3名これだったら20ぐらいいけるかな。どうだ、よし来ました。どんどん劉備軍からアイテムをかっぱらってます。勝美早く動いてくれ。勝美が逃げられない。再び医療周り見ていきましょう。ゴツとツコツがもう一歩前に出てきたら先方叩き込みます。てか勝美が捕まってる、やっべ、勝美がやられる。急げ、よしよし逃げてった。ちょっと勝美が平坦切りになっちゃったんで持たないかもしれません。まだ3名か。ゲッツー、まあ、ただ諸葛亮が劉備軍にいる限り絶対来ないんで、まあいいや、アイテムと交換しましょう。また武力プラス5かな。ダメー、諸葛亮の嫁さんいるよ。あーダメだ、勝美の方に来た。はい、倒された、捕まるなよ。うわー捕まった、速攻交渉に行かないとやべえな。ちょっとこいつに使うのもったいねえな。誰一人外交成功しないって言われてます。マジか、これはゴツトツ倒すしかないのか。いやゴツトツじゃない、超人の方かですね。捕虜どっちにしてもここで戦ってでも勝てない。もうこれは下がるしかないっすね。では再び医療回りです。リラー、おし、ゴツトツ、あ
一気当選しようとしたんだけど、そういう意味のよしじゃない。まあでもどっちにしても勝てるでしょこれは。でも見ていくか。なんか今ゴッドさんすげえ調子に乗ってるんで、うわー本当に調子に乗ってる。ミラー頼むよ。よし、相手が俺だったよね。そうそうやらせてたまるか。なかなかの勝負だったわからの一気当選くらえ。マックスだから結構減るはず。ほいやーと思ったら全然減らねえ。マジか。やべえ、なんかライザーの方に来てる。霊峰か。くそーきついな。はい、港を取って常用周りか。濡れました。さりげなく古老館攻める準備始めてたんですけど、ついに落葉から舞台出てきました。これはあかん、急ぎ撤退しないとこっちの兵が削られる。では再び医療周り見ていきましょう。リナとライザー一応下げるよう指示しました。ライザー下がってくれ。よしよし、ライザーも霊峰の眼光から逃れました。再び医療周り見ていきましょう。もう投石台に頼るしかない。我が軍の兵が下は少なすぎます。あ、秋目の政治99です。あと1で100になります。もういいよ工作はよ。さあまた医療周り見ていきましょう。あ、2部隊撤退してきました。ちょっと超人だけは絶対倒します。克実を解放しないと。くらえ。古老館前に出てきた部隊全部撤退していきました。改めて古老館近くまで接近していきます。露光から旅霊機を光竜に移動させました。ちょっと水光が欲しくて欲しくてたまらなかったんで、他に近い人で誰かいるかなーって考えた時に旅霊機が思い浮かんで移動させました。ちょっと露光を攻められたら心配ではあるんですけど、まあ、兵が2万3000あって効果1万3000なんで、講師1人で多分大丈夫だと思います。再び猛核軍との戦い見ていきましょう。はえー、旅霊機さすがだぜ。水光強化がついてるだけある。一気当選くらえ。ただ後ろから来てた宿友らしき人物がめちゃめちゃ速いですけど、これはライザと鉢合わせそうだな。やべえな、もう鉢合わせしたら手の完成です。さあ終わりなき馬頭軍、馬頭軍じゃない猛核軍との戦い見ていきましょう。手の完成くらえ。よし、これで勝つ目は解放されたはずです。しかも2連携久々ですね。連携ファイヤー、オーケー、勝つ目が解放されたはずです。あとは宿友か、後ろから来てる部隊もいますけど、もうだいぶ守りきった感はありますよ。再び猛核軍との戦いです。と言ってもこっちは逃げてる感じですけど、投石台頼りです。あーやばい、旅霊機の方に。でも大丈夫か、相手帰ってってるみたいですね。おお違う、なんか微妙に旅霊機の方来てる。松園さん一応 AI に退却とはなってますね。これは一か八か、医療取りに行くか。ただもし旅霊機とぶつかった瞬間アウトですね。ちょっとこう遠回り気味に行きましょう。そして一気に帰ろう。危ないこれは。猛核軍も気になるんですけど、ちょっとバトグの方見ていきます。そして劉備2人か、どうだろう。もう一番低いのを選んでいくしかないですね。ダメか、まあそろそろ米もありかな。よし来た、一歩動いた。ここで警告の前です。後ろの投石台の位置に入ったんで、眼光と投石台で2200ぐらい倒せるはずです。頼むぜみんな、いいど、おお、オッケー。はい、後から来たやつも倒しました。上から船で来てる。くっ、やばい、思ったより早い、進行が早い。お、旅霊機一応包囲占領成功したようですね。なんか旅霊機も平坦切りになったみたいですね。うん、まあお互い平坦切りになってる状態なんで、どうだろう。まあ一応線しか出してなかったんで、こっちの方がいい感じかもしれませんね。とりあえず旅霊機は返しましょう。超運がロコアに攻めてきました。旅霊機なくなったからやっぱ出てきたか。なんか AI ちゃんと武将の状況も見てるみたいですね。講師一人で倒せるか。まあでも7800ぐらいか。これだったら投石台だけでなんとかなると思います。
では古老間の戦い見ていきましょう。投石2台と頑固2人。あー後ろから来た、く後ろから来るのはやめて。でも投石台が倒してくれそうですね。 OKOK、 再び古老間前の戦いです。おー元気、統率上がってますね。警告の前じゃ2、いや3人とも入る。 OK、 挑戦最高。みんな混乱プラス足止めじゃい。ただ古老間の兵のヘリが本当に遅い。本当はセーランできたかったんですけどね、セーランがないんですよ。セーランないっすよって嘆いてたんですけど、正確に言うと兵士が足りなかったんですけど、歩兵で溜まったので超瞬間後から出します。ちょっと間に合うか怪しいんですけどね、今からでもとりあえず向かわせようと思います。では再び古老間の戦い見ていきましょうと思ったら、なんか左から舞台出てきたのが見えますね。上からも8000また来てる。警告の前じゃって、溜まってない、やばい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 。 A 案からまた新しく19,000、3,000は返ってんのかな。とりあえずこの2万出てきましたね。本当に終わらないな。また来てるし、今現状も5000と7500また来てるんですよね。ここ永遠の戦いですね。正直ここはさっきまではやばかったんですけど、一回ライザも白戻って8000とか蓄えられて大丈夫だと思うんでカットしていきます。では古老間戦いです。あと330、あとちょっとだ。頑張れみんな。よし、来た、古老間落としました。長かった、取り戻すまで。よし、みんな平坦切りだ。ここだとまだ投石台の位置に入ってないな。ここはやめよう。っていうか上の部隊も平坦切りになりましたね。こいつらも全員平坦切り。これは一気に倒しちゃいたいですね。相手混乱ってだけで足止めじゃなかったので、ちょっと全員古老間に入るようにしました。これで迎撃してくれればいいんですけど、9000しかこっちも兵ないんで。あーでも上の部隊帰っていきましたね。引き続き古老間前です。一応眼光部隊2部隊出しました。これで古老間からと3つの矢が飛びます。よし、総火も終わったかな。 OK、 バッチリです。はい、あれからだいぶターン数経ちました。もうずっと防衛していました。今313年9月ですね。ちょっと前半いい感じに飛ばせてたんですけど、だんだん厳しくなってきました。まあちょっと準備の期間というところですね。まあ、幸い古老間も今出てる国章戻れば2万ぐらいで、賃流も1万6000なので、だいぶ楽位を攻めるための兵数も溜まり始めてきたと思います。巨匠周りはあれだけあった石壁、もうひたすら陸打ち勢と新経営だったかなの2人で壊しまくってます。おかげでこの2人の統率がだいぶ上がってきてます。ロコ周りはたびたびこんな感じに趙雲が出撃してきてちょっかい出してきてます。まあ基本投石台に頼って本当にやばい時は攻守で平坦切りしてます。ただ攻守砲炎で本当に動きが遅いんで結構厳しい時あります。何回かやられて捕まんないでーって祈ってることが多いです。そして大激戦区高陵周りですね。もう本当に止めどなくずーっと猛角軍が攻めてきてます。また新しく8000、9000出てきてますね。まあ、その度に医療をうまく利用して平坦切りしてますね。こっちの爆城だったかな、こっちを取られると医療を取って包囲占領ができるんで、それでドーンみたいな感じです。それにしてもほんとキリがないんですよね。全然捕虜にできないし。そしてさりげなく秋見ろと柳見は勝者で深夜を攻める準備を始めています。宝山城もともとはジョナンにいたんですけど、そこからここら辺ちょっかい出してたら織田信長に追われて、こういうルートで結局味方陣地に戻ってきて今ここに来ました。まあ本当は宝山城でやるつもりなかったんですけど、宝山城と秋見ろ柳見、あと徐陽から孫昌公かの4部隊ぐらいかなで深夜攻められたらなって考えてます。ということで次回は深夜攻略戦やっていきます。本当は効果から攻めるつもりだったんですけど、効果の方がちょっと今攻めにくい状態になっているので先にこっちです。まあ、深夜取っちゃえば
円と硬貨を分断できるので、だいぶこっちは攻めやすくなると思います。この動画暇つぶしになったなと思えたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。